こんにちは、京子です。今日はセリアで買ったこちらの3色を使ってこんな感じのマーブル？ニュアンス？大理石？いろんな言い方があるけど、このデザインを作ってみたいと思います。手につけるとこんな感じです。で、今回使ったのはこのジェルの他にあるといいのが、こういうキラキラのホイールと、もう一つこういうホイールも使いました。それとゴールドのラメでもいいと思うんですが、私は今回こういうあのマーブルリキッドとかブリーディングインクとか呼ばれているタイプのリキッドのゴールドの細かい粒子が入ったのを使いました。こっちの方がギラギラしないのでおすすめです。でもないとかラメでいいやっていう人はラメでもいいと思うので、その辺は好きなものを使ってください。そしたらパレットにクリアジェルを少し出しておきます。今回使用する3色は全部薄めて使うので3箇所出しておきました。で、ベースジェルは同じセリアさんのベース&トップコートを塗ります。これで一回硬化します。ベースジェルの硬化が終わったところです。で、この上にまずさっきのギラギラのホイールを貼ります。これちょっと使ったやつなんですけど、もうね、こうくしゃくしゃに一回して適当に折り目をつけます。で、これを結構思い切ってつけちゃっていいので適当に貼ります。こんな感じで貼っておきます。そうしたらここにカラージェルを塗っていきます。で、まずはで、このまま使うとすごい白の量が多くなっちゃうので、しっかりしごいて、ここについてる量はほんの少しで大丈夫です。で、クリアジェルと少し混ぜて薄いちょっと半透明な感じにしたら、これをどこでもいいのでまず適当にランダムに乗せます。で、次にこのミントを同じようにして、で、空いてるところに乗せます。で、少しさっきの白いとこと
かぶったりしてるのでこのまましまわないでまだ使うので置いておきます。で次はマスタード、これをこれは少し濃いめでも大丈夫です。ただもう一回塗るのであんまり濃いと透けなくなっちゃうので適度に薄めて、また空いてるところと、でちょっと他の色に重ねたりとかして、ランダムに置きます。これで色の境目そんなにきっちりしないで適度に混じってるので、これで一回硬化します。これで一回目の硬化が終わりました。そしたらここにもう一つのキラキラしたこのホイールを全体に貼ります。全体にこうやって貼ってつかないとこがあってもそれはもう気にせず、こんな感じでちょっと見づらいですけどキラキラが映れば OK なので転写します。でここに1回目と同じことをしていきます。で、さっき塗った白いところに重ねるんだけど、ちょっとずらしたり、他の色に重なったりとかしてもいいので、ランダムにのせます。で、次に、ミントをのせます。で、どの色も薄め方が足りないと最初に貼ったホイールが見えなくなっちゃうので二度塗りするからちょっと薄いかもぐらいでいい感じになります。これで硬化します。で、今混ぜたりしたのでボトルにしまうときはハケは拭いてからしまってください。これで二度塗りが終わったところです。ここにもう少しキラキラ欲しいので私はこのゴールドのリキッドを使います。ちょっと白がよく出てるところとかに適当に散らします。でも最初に筆しごいてのせる量をたくさんにしなければブワってゴールド広がっていかないで散らばってくれるので、置くだけでキラキラになります。
これが乾いたら最後にもう一回トップコート、これを塗って仕上げます。これで硬化させます。最後に未硬化ジェルを拭いて完成です。こんな感じです。爪にのせるとこういう感じ。で、下に貼ったさっきのギラギラなホイールが結構複雑な模様に見せてくれるので、ちょっとペタッと貼るだけなのであるとすごい便利です。で、ホイール以外にも100円ショップで売ってるので、これは違うんですけど、こういうタイプのナゲットとか言われるもの、これでもできると思います。ただデコボコができちゃうのでちょっと作ってみますね。同じように最初にベース&トップを塗ります。これでまず硬化しちゃいます。普段サロンでこういうのを埋め込むときはクリアジェル塗って埋めて、でもう一回ビルダージェルとかスカルプジェルで埋めたり段差削ったりとかして表面きれいにして次の工程に入るんだけど、個人でやるときに多分結構めんどくさいと思うので、今硬化してまだ表面未硬化ジェルが残ってます。なのでここに一旦無理やり貼り付けます。で、貼り付けたらアルミホイルとかでギュッと上から押さえつけちゃいます。そうすると結構つるっとなるので、自分でやる人で手間省きたい人はこうやってやってもいいかなと思います。で、未硬化ジェルだけで塗ったジェルはないので、今みたいに押し付けても爪の外にははみ出ないです。サロンではやらないですけど、自分の爪にやってみるっていう人だったらこういうやり方もやってみてください。あとはさっきと同じようにここにジェルを2度塗りしていきます。
今2度塗りが終わったところです。でここに、リキッドがない人は例えばこういうラメのジェルがあればこっちの方が早いですし、それもないよっていう場合はこういうラメを使います。で今日はこっちで行ってみます。でまたベース&トップをここに少し置いて、こんな感じでラメの量は好きなだけ入れてください。でこれを好きなところに乗せていきます。でこれはこういうブラシではちょっと難しいし、拭き取るのあと大変なので、ジェル用のブラシがあった方が便利です。いや、あんまりきっちり線入れても綺麗じゃないので、こういう時はにぼかしながらジグザグに入れます。こういうブラシもないよっていうとだいぶ厳しくなるけど、もう用事でこうやってトントンって叩きながらやればなんとか乗せることはできます。好きなとこに置いたら硬化します。最後はまたベース&トップを塗って完成させます。これで完成です。これさっきのやり方とこれが後から作ったやつです。ちょっとミント濃く入れすぎちゃったので下のシルバー見えづらいんだけど、あと上にこれキラキラのホイール貼ったのでこっちの方がやっぱりちょっとキラキラはしてます。でラメもやっぱりつぶつぶ感あるのでこっちの方が私は好みなんですけど、この辺は、まあ、好みだと思うので、今手元にあるやつで作りたいとか好きなものでやってみてください。絶対これじゃなきゃいけないっていうものはないので、今自分の家にあるものとか、まあ、例えばネットですぐ買えるものとかそういうのでいろいろやってみてください。今回の動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。